チームとも同じで、うちのチームもディフェンスからのトランジションっていうのが持ち味なんで、やっぱそれは強みにしてます。フレックスの、まあ、未来の選手を輩出するっていうところにフォーカスして練習に取り組んでます。1個上のレベルが高くて何でもできる感じだったんで、すごい刺激受けて自分もああなるっていう。基本を中心にやりながら個人の持っている特徴をできるだけ伸ばしてあげられるようにしています。まあ、今年度も優勝を目指して、激しいディフェンスから激しいトランジション、絶対2連覇して頑張りたいと思います。まあ、去年のリベンジ